ジャンフランソ・アジレは、ベルギー・リエージュ出身の元サッカー選手、原始動者。ポジションはゴールキーパー。元ベルギー代表。スタンダール・リエージュのユース出身。1999年に、イタリアのセリエ B に当時所属していたカルチョ・モンツァへ移籍。2000年より、AS ・バーリンに所属。2003年からの1年間は、 トレビーゾ FC へのレンタルを挟む者の場のリで、長年、レギュラーとして、キャリアの大半を過ごし、キャプテンも務め11年間で353試合に出場。名誉市民の表彰も受けたまわった。2009から10シーズンは、レオナルド・ボヌッチ、アンドレア・ラノッキアとの強固なトライアングルで、セリエで10位に躍進した。2011年6月30日、 エミリアーノ・ビビアーノを放出した、ボロニア FC に移籍。途中故障で離脱した時期もあったが、政治家として、チーム10年ぶりの一桁順位に導いた。2012年7月5日、4期ぶりに、セリエ A に復帰した、トリノ FC に移籍。2013年7月16日、バーリ時代に、八王朝に関わったとして3年7ヶ月の、 出場停止処分を受けたものの1年1ヶ月の出場停止処分に軽減された。この処分により2013から14シーズンは公式戦出場はなく、ベルギーがベスト8と高成績を残した 2014FIFA ワールドカップの出場も逃した。2014年8月17日に出場停止処分が、 解除され、2014から15シーズン開幕戦のインテルミラノ戦からベンチ入りを果たし、同年9月28日のアクフフィオレンティーナ戦で公式戦復帰を果たした。同年10月2日に発表されたユーロ2016予選、アンドラ及びボスニアヘルセゴビナ戦に向けた招集メンバーに選ばれた。2015年1月30日、 セリエビのカルチョカターニアと2年半の契約を結んだ。2016年7月11日、スタンダールと2年契約を結び古巣に復帰した。ありがとうございます。